時のオカリナとかさ、ムジラの仮面とか、ちょっと怖くてやってなかったんだよ。で、大人になって、とある実況に出会ったんだよ、俺は。ゼルダの伝説、ムジラの仮面、ポート21っていう実況に出会って、そこでムジラの仮面は全部見た。自分でプレイしたことはない。セピアの実況全部見て、時のオカリナと、ムジラの伝説を見て、ムジラの伝説ってなんだよ。ムジラの仮面見て、で、64シリーズは一応ストーリーを理解してるはず。で、てか早くやりたい!ゼルダので、言いたい!名前の下りでなんか伸ばし棒とかつけて滑りたい!セピア、毎回セピーやってつけて、冗談ですよって笑うからな、あいつ。あの下りでいつも俺は右上のバツボタン押しかける。じゃあね、いつもの通りね、この名前でいきたいと思います。セピーヤ伸ばし棒つけていつも壮大に滑ってから始まるから、あのくだりも俺大好きだから、鉄板の弾ければいいのにって思いながらも、あっ冗談ですよ、やっぱりね、この名前でいきたいと思います、セピーヤですっていう、いつも鳥人間もリトル族の人もいる、おはよう。本当はサボった、サボったってかっこよく言いたいところなんだけど、まだちょっと恥ずかしくて、気恥ずかしくてね、なんていうか、ほら、私外国語できますよってアピールして、お前セピアの悪口言ってんじゃねえぞ、お前この実況セピアが将来実況するとき、それは僕のことですかねって言うじゃねえかよ。そうですよね、気色悪いですよね。あなたの村も環境下があまり来ないってこと、私が住んでるリトの村もあんまり観光客とか